ずっと考えた。
マジで汗だくだ。なんか水から砂が出てるし、砂から水が出てるし。よいしょ。だいたいセメント25に対して砂が40キロ、これだけ上がってきました。ちょっと半分ずつ混ぜるか。これで固まるさできんのかな。砂20キロ、仕方がない。半分どんぐらいだ。何か こんなんでしょう。混ぜます。暑い。
つなぎがもうセメントと汗と水でグズグズになったんで、ブルーシートかぶせようと思いましたが、車のシート、静岡市のゴミ袋でうまいことシートカバーができました。我ながらいいね、いい感じ。風邪ひかないように帰ります。はい、それでは自作した固まる土が固まってるのかどうかちょっとまずは確認しに来ました。よいしょ、ここですね。なんで色が違うんだろう。あ、固まってる。あ、固まってますね。これで大丈夫そうだな。よし、じゃあと2段あるので、また同じ分量のセメントと砂を買ってきて、施工したいと思います。大丈夫そうだ。よし、なんで色が違うのかちょっと分かりませんが、しっかり固まっているようです。で、こっちの、水抜きで施工したところもちゃんと機能してますね。少し水が溢れてくるんで。よし、この調子であと2段やります。